ただいまご紹介に預かりました神戸大学の川島です。私は皆さんの交通整理をするという役割ですので、これから残りの時間パネリストの方々にも出ていただいて、皆さん方フロアの方々といろいろやり取りしたいんですが、今までずっといろんなお話を聞いてきて、今日、何名かの方がお話しされたいわゆるその全くアクティブではない状況でですね、皆さんずっと聞いてるだけだ。でこれから逆に、審議のまとめや今日の先生方が主張されていたアクティブな、フロアの方々が積極的に参加していただける時間に、したいというふうに思います。そこでですね、少しこれから手を挙げる練習をしてみたいと思います。肩を鳴らしてちょっと手を挙げる練習をしてもらいたい。それでここにセンサスって書きましたが、センサスっていうのは英語で、国勢調査ということですが、少しですね、今日どういう方が周りに来ているのかということを少し調査してみようというふうに思います。でそれと合わせて手を挙げる練習ですね、肩のこう筋肉を柔らかくする、まずですね、今日この会場に百数十名見えていると思いますが、大学生という人は手を挙げてください。ありがとうございます。じゃあ大学の教員だという方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。教員以外大学のお勤めの方はどれくらいでしたでしょうか。ありがとうございます。大学以外いわゆる民間企業のお勤めの方はどれくらいでしたか。ありがとうございます。その他なんで私はここにないのっていう失礼しました。文部科学省の方は何名かおられました。いろいろ今見ていますと、大体ですね、大学生学生さんから大学の先生、大学の職員から民間企業勤務の方が大体同じように分布されているというふうに答えよく分かりましたので、それぞれ立場からぜひいろいろご意見をお伺いしたいと思います。それでは大学生の皆さんにお聞きします。この大妻女子大学の学生さんという方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。じゃあ大妻大学以外の学生さんというのはどれくらいいらっしゃいますでしょうか。誰もいないですか。はい、わかりました。じゃあ学年を聞きましょう。大妻女子大学の学生1年生という方は手を挙げてください。一人もいませんか。じゃあ2年生って当たり前の方にいます、ね。3年生、3年生が多いですね。ありがとうございました。4年生の方はさすがに就活でいないと。大学院生の方はいかがですか。あ、1名、あ、後ろの3人、ありがとうございました。じゃあちょっと少し今日の話題に入りますが、じゃあ、大妻女子大学の学生の皆さんにお聞きします。この学期ですね、もうすぐ夏休みに入ると思いますが、この前期、どれくらい受講しているかということをお聞きしたいと思います。9科目まで10科目未満受講している3年生多かったですか。いかがですか。10科目未満、今計算中いませんか。9科目までっていう方いませんか。じゃあ10科目から12科目っていう、ガンスか。先ほど、杉谷先生からも、ね、大変だっていう話ある。13科目から15科目っていう方、多いですね。じゃあ16科目以上、非常にハードワーカーな人、10名ぐらいいますね。多分夜も寝ずに勉強してるんだと思います。今日出てきて寝ないようにしてくださいね。はい。で最後に、今日本の大学何が問題になっているのかということについてちょっと図にしていました。今単位制度の実質化とか、学習成果ということは非常に強く、謳われてまして、先生が何をしてたかよりも学生さんが卒業まで何を身につけたのかということは重要だということです。で、先ほど日比谷先生のお話もありましたけれども、卒業までにこういう能力や知識を身につけてほしいというのを、各大学がディプロマポリシーとして掲げているわけですね。関係的自立性を身につけるというのは大妻女子大学のディプロマポリシーの一部だと思います。で、理論上、法律上はですね、入学してから4年間で卒業するまでに124単位習得して、それぞれの単位を習得した結果、ディプロマポリシーで定める能力や知識を身につけると、こう一致するというのが、望ましい姿であるわけです。
ところが日本の現状何が問題かというとですね、4年間で124単位を習得しても実際にはですね、ディプロマポリシーで、期待しているような学習成果を何パーセントか身につけないまま社会出ていってしまっているのではないかということになるんだろうと思います。ここの溝をどうやって埋めていくのか、それが多分今話題になっている、自主的な、学習時間、主体的な学びと、つまり授業時間だけではなかなかそれで十分ディプロマポリシーを実現できないということ。まあ、ちなみに、3年間で124単位、取った上で卒業に必要な学習成果を身につけた人は4年間ではなくて3年間で、まあ、社会に出てもよろしいということになるんだろうというふうに思います。問題はやっぱりここの部分ですね。日本の大学、多くの大学はここのギャップがあるというのをどう埋めて、まあ、社会や、世界からですね、信用される高等教育にしていくのかというところが問題なんだろうというふうに思います。以上でエクササイズは終わりますので、パネリストの皆さん方はどうぞ、壇上に集まっていただきたいというふうに思います。それではですね、早速パネルディスカッションに入りたいと思いますが、今私がお話したように、まあ、これからはフロアの方が主役ということで、ぜひ積極的な発言をしてほしいと思うんですが、ちょっとだけお時間いただいて、パネリストの方で今まで少し、自分の持ち時間で何かメッセージとして言い残したということがある場合は、この時間に何か補足していただければと思いますが、ございますですか。はい、じゃあ、いくつかあるんですが、とにかく一つだけ言っておき申し上げておきたいのは、先ほどその生活体験と学習と申し上げたんですけど、その学習っていうのは生活を分析する中身、分析する方法として学ぶときに非常に有効だ。逆に言えばきちんと学ばないと生活は変えられないということだと思うんですね。そういう意味で言うと、その方法を学べばいいとかいう言い方でその知識が軽視されてしまうような傾向がありますけれども、それはそうではなくて、きちんと中身を学ぶ、知識もきちんと学ぶ中で生活も変えられるという、そういうその大学での学習というのは非常に中身としても重要なんだということも抑えた上で、生活との結びつけというのを考えておく必要があるということだけは少し足しておきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。他のパネリストがよろしいですか。じゃあ、今から、フラワーの皆様方は何でもいいです。今日いろいろお話聞きましたけれども、ここがおかしいんじゃないかとか、私はこう思うとか、何でもいいんで、反論、異論、正論、何でもいいですけれども、先ほどちょっと肩ほぐれたと思いますので手を挙げてないですか。どうですか。これはなんかちょっと疑問に思ったことなんですけれども、日本は1単位8時間という制度になっているとなっていますけれども、アメリカとか欧米諸国はそういうふうな制度になっているのかちょっと気になったんですけれども、お願いいたします。外国の単位制度ですけれども、これについてどなたか説明されることができる方は、はい、日本は40、基本的な感覚と同じです。ですね、今のこの単位制度、あ、入ってないですよ。単位制度っていうのがそもそも私の理解では、戦後に日本の新しい新生の大学制度ができたときに、アメリカの制度を参考にして整理をされたっていうことで考えられてますので、1単位を取るのに45時間の学習が必要だということについては、先ほど来のご説明の通りだと思います。45時間の学習をするの時に、その15時間の授業と、それからその30時間の授業前、授業後の主体的なその予習復習ですね、そういうようなものを含めて45時間で1単位とするという考え方は、アメリカの考え方を基本的にモデルとしているというふうに思います。ただ今ヨーロッパなどで単位をですね、実はヨーロッパも各国ごとにいろいろな大学制度があるんですけれども、その制度を今ヨーロッパの中で共通化しようというような動きがあって、
て、そういう意味では単位の今のような考え方ですね、1単位45時間の授業の内外を通じた学習ということについても、まあ、そういう国際的な動きと関連づけてですね、またこれから検討していくというそういう余地はあるのかなというふうに思っています。私の理解です。もし誤りあるいは補足があれば先生方の方からお願いできればと思います。はい、ありがとうございました。アメリカは今常盤審議官からお話にあった通りで、日本の単位制度はもともとアメリカの単位制度を、まあ、輸入したものですから基本的には同じです。ただアメリカで単位の考え方はですね、必ずしも日本のように設置基準で厳密に決まっているわけじゃなくて、これまでの慣習として1時間の授業に対してその2倍の予復習を期待するというふうな表現になっています。ただ昨年から連邦教育省はそれを厳密に行うように大学には求めています。ですから基本的には授業1に対して予復習2ということは日本と同じです。で先ほどビデオにあったように、ただそういう同じような単位制度ですけれども、アメリカの学生の方が予習復習時間がどうやら日本の学生よりは多いらしいということです。ということで、はい、他に疑問質問でも何でもいいですから、どうぞ積極的に。はい、じゃあそこの男性の方お願いします。私は疑問というか皆さんにお尋ねしたいんですけども、大学の自立だとか主体性を目指すというのは分かるんですが、その一方で過保護っていうのがすごいあるんじゃないのかなっていう気がするんです。で 何なのかと言いますと、例えば具体的に申しますと、例えば今の学生だと履修の指導なんかが本当に行き届いているので、そうするともうそれに頼ってしまう、甘えてしまうっていうのが出てきております。で私の学生の頃なんか本当にそういうものが何もなかったので、そうなってくるとないからこそ先輩に聞いたり友達に聞いたりして何とかするっていうことをやるんですけれども、あまりに線路を敷いてしまうと逆に主体性がなくなるんではないのかなっていうふうな気がします。であともう一つはやっぱり学生の保護者さんの考え方も相当変わっておりまして、例えば私なんかは山村をフィールドとしておりますので、実際に調査にも行きたいんですけれども、やっぱうちの学生はそういったところには連れて行けない。なんでなのかというと、当然車を運転しなければいけないんですけども、学生がレンタカーを運転するということはうちの学校ではおそらく難しいというふうな形で、そういうことをやりたいんだけども舗装させた道しか歩かせることができないという、そういう問題があると思いますので、そのあたりのことをご意見お聞かせいただければと思います。まあ、昨今面倒見のいい大学というのがとかく評判になったりするということについて の、まあ、疑問を呈されたわけですけれども、これについてはどなたかこの団長におられる方で考え、聞いてますか。学生さんどう思いますか。高校までは多分先生方がちゃんとその1週間分の予定をちゃんと宿題まで含めて指示されて来られた来てんだろうと思いますが、そういうのは大学でも必要と思うか、あるいはほっといてよっていう、ね、自由にさせてと思うのかどう思いますか。その辺で話してなくて大きな声で言ってみてください。はい、すいません、今の話で山村の話でレンタカーの話ですよね。そもそも人によっては免許も持ってないし車も持ってないし、まず事故の、可能性もありますよね。そういうのをすべてもう個人生徒一人で、未成年の場合でもそれ持つってことですか。やっぱり教員にも責任して引率してほしいなと個人的に生徒として意見としてあるんですけど、そういうのも全否定で、もうやっぱり生徒として責任を持ってもう一人の成人としてそういうのを持つべきなんかっていう意見なんですかね。分からないんですけど、特に教員の責任を全く放棄するというわけではありません。あと、まあ、当然ながら未成年というものは想定してないですし、免許を持ってない人というのはもうそれは物理的に仕方ないですから、そういったところまでは考えておりませんというふうなところまででよろしいでしょうか。どこまでお答えすればいいのかというのはちょっとわからないんですけれども。じゃあちょっとこういうふうにお聞きします。皆さん大妻女子大学の学生さんばかりだったので、今の状況で大妻女子大学、大学の方の面倒見といいますか、いろいろ先生職員の、対応でこれで十分だって人は手がないです。もうこれ以上十分じゃないって人はじゃあ手を挙げてください。え、
もうちょっと大妻女子大学、大学の学生に対する対応といいますか、そのいろんな面倒見で十分じゃないって人で、はい、じゃあそこの、はい、どういうところが、でも十分じゃないというか、はっきり言って事務の事務とかは人によって全然対応も違うし言うことも違うし文句言ったらキリがないっていう感じなんですけれど、でもさっきのなんだろう意見でなんだ先輩の意見を聞くっていうのも、私たちの場合はとりあえず狭山台1年の時は狭山台に隔離されてしまうので先輩の意見も聞きようがないし、そこで頼るのは大学生になったらそういう教員の方とか事務とかしかないと思うんですけれど、その事務も人によって態度が違ったりだ、いいかこの人はこう言ってくれたのにこっちはなんか来年になったら取った方がいいとか、そういうのがあって、仕方がないから教員の方のそういう担当の先生に言ったら、じゃあ話してあげるって言って話してくれて、こうになったりするから、これはちょっとだいぶ、まあ、十分ではないんじゃないのかなっていうのは思いますけどね、本当に。私は、学校側として意見などがまとまっていないと感じます。共通のルールとして、認識していることや、またはとシラバス、だったかな、履修についても年度によって変わるとは言われますが、それこそ来年取ってもいいよと、来年取った方がいいと言った科目がその次の年になったら配当されていないなどがあるために、変わるのは仕方がないと思うんですが、変わったこと、来年に変わるのか、それとも変わらないのか、もう途中で分かるのであれば、もうその時に決めたいですし、それに、事務の対応についてなども、人によって認識が違ったりすることを感じます。なので、私は、もう過保護だとか過保護じゃないだとか以前に、大学全体で認識を、統一してほしいと思います。学生さんから見るとかなり厳しい状況のようですが、どうですか、過保護以前の問題で、これ先ほど小木学長がおっしゃって、今後は、集団として教育に当たるということをおっしゃってましたので、今後はそういうことはなくなるんだろうというふうに私は思っていますけれども、今の文部科学省なり、大学の関係者は皆さんにもっと自主的に勉強しなさい、でも先ほどの先生は自主的に勉強しなさいと言いながら、大学は手取り足取り教えやりすぎてるんじゃないかと、言ってることと現状が矛盾するんじゃないかというふうにご指摘された。でそれに対して学生さんの皆さんは、それ以前の問題だという意見が今出てきたわけですけれども、皆さんはそういう意見に対して自主的に自分の考えでどう思いますか。人の考えではなくて自分が考えて、今いろんな意見出てきましたけど。教職総合支援センターの酒井と申します。今の話につながるのかどうか分かりませんが、一つ私教職担当なもので、その立場から申し上げますと、学生が過保護かということに関わるのかもしれませんが、例えば教職という仕事に就かせる場合に、まず単位として、要するにその必修以外の資格科目として相当量の科目を取らせなければなりません。でそのために学生は、今いる学生が多くはそうなんですが、5時間目6時間目まで授業に出なければいけない、あるいは土曜日も来なければいけないというような、ですから法定のその、習得単位数よりもかなり超えて、学生によっては200時間ぐらい、200単位ですね、ぐらい取らなければいけないような仕組みになっているということが一つあるかと思います。それからもう一つは指導ということに言いますと、主体的にさせる一方で、やはりこちらとしては、その念頭に教職ということを考えますと、ある部分はしっかり指導していかなければいけないという部分があって、ですから、ある部分は、なんて言いますか、教え込まなければいけない部分とか、あるいはその
いろんなそのこちらの方で仕向けていかなければいけない部分がある。でその中で主体性をどう育むのかってもちろんあるんですけれども、とにかくそういうその、単に主体性っていう問題だけなく、あるいは保護するしないっていう問題なく、いろんな問題が関わっているということだけは申し上げたいと思います。ありがとうございました。その辺難しくて、要するに学士課程教育と、資格教育の問題は非常に複雑で、教職課程もそうですし、あと医療系もやはりその厚生労働省の必要な定めとですね、大学としての定めの中で非常に学生、そういう課程を取っている学生には過剰な状況になっているということですね。ということは問題としては、制度として学士課程で、これちょっとずれますけれども、教員養成をするのがふさわしいのかとかですね、医療専門職養成するのを学士課程でするのはふさわしいのかという非常に大きな制度的な課題なんだろうと思います。その中でいろいろ先生方も、学生さんもいろいろ奮闘しているということなんだろうというふうに思います。今日のテーマの学生の主体的な学びを確立するため、どうすれば学習時間を確保できるかのことで、先生たちが実際カリキュラムは今説明してもらったんですけど、具体的に授業中に先生たちが工夫していることがあったら教えてください。五十嵐先生から。主体的に学ぶのに工夫っていうのは、先ほどね、私の方から働きかけをして、1対1で授業をするんだという大原則でやってるんだぞということで私は知ってるんだけど、それより何ていうのかな、大学のこの教室の中じゃないところでね、学生さんたちが一体何をしてるのかっていうのにものすごく興味があったですね。そこに価値観をすごく見出したいんですよ。でそこに何かがあれば、その学びたいとか、この教室で何かをしたいっていう気持ちがすごく出てくるんじゃないかと思ってね、それ以外のところで何をしてるんだという問いかけを結構してますね。私はどうしても国際が中心なんで、非常に感じるのが、工夫だけか、ちょっと喋りすぎですね、ここでやってきましょうか。学生さんの二極化、先ほど二極化ってことがたくさん出てきましたけど、私は国際問題から見ると、昨年ある大学で持った大学院の授業に大学院生11人と3、4年生が7、8人いや10人ぐらいかな出てたんですね。なんとその中に、先ほど私が話をしたルワンダ、1994年に80万から100万死んだルワンダについ最近行ったことがある学生が3人もいたんですよ。もちろんそういう紛争と平和に関する授業だったんで、そういう学生が集まってたんだろうけど、それぞれ学生のグループとか NGO でルワンダに3人も学生が行っていた。私も驚きですよね。そうすると、そういう人たちが一体何を学びたいのか、私に何を求めてるのか、すごくよくわかるよね。だからそういうところの対話で、あ、そうか、ここから来てこれが興味があるんだ、もしくはホテルルワンダという映画を見てなぜこんなことが起きたんだということを高校生の頃ね、疑問に持ったんだ、そうした一人一人の背景をですね、問いかけていく、そんなふうな心がけてはいます。二極化というのは、もう一方にはね、ほら商社に入っても、本当に商社の人も言ってますけど、国外に出さないでくれとかね、子どもの教育に心配だから外国で勤務はしたくないという、そういう学生さんが多いというのが今の新聞の論調の、ね、何かまとめですけど、私は決してそんなことないと思ってて、我々が学生の時よりも君たちの方がはるかにね、いろんなところへこうリーチできるし、してる学生たくさんいると思うんだ。ただそこがね、やってる人とやってない人の二極化がすごく今はっきり見えてる気がして、そのあたりを何か動機づけに使っていくのも、今の問いかけの答えになるかなとちょっと思いました。変わって、どういうことでやってるかっていうのもいろいろあると思いますけど、例えば、先々週かな、宿題を出しました。1年生の専門科目の導入科目ですけど、先輩の専門職を
自分で探して自分で交渉して指定されている項目5項目についてインタビューして、その結果を A4 1枚の用紙にまとめて提出しなさいという宿題です。でそうすると多分自分で交渉してっていうところからまず自分で動かなきゃならないし、それからそのインタビューするって自分でちゃんと考えとかないとインタビューできないですよね。でそういうことを全部自分で考えて、宿題を作ってくるっていう、そういう宿題を出した。それもまあ僕は少しそういう主体的に動くという練習かなと思っています。でさらに、その持ってきた宿題を、クラスの中で4人ずつ班に分かれて、お互いにその内容を報告し合うということで、専門職像を自分たちでまとめなさいっていうふうになっていくんだけど、まあ、そういうふうな意味では、少し主体的になるかな。ただその時にちょっとさっきの過保護の問題ですけど、ある学生がなんで先生は学校が紹介しないで勝手に行ってこいと言うのだと、それは学校が無責任だというふうに私は責められました。その辺は皆さんはどう思いますか。授業なんだからなしはその学校の責任でやるべきであって、学校の外に自分で勝手に取材に行ってこいというのは学校が無責任だってやっぱり思いますかっていうのもちょっと聞きたいと思います。思わないっていう声が思わず出ましたけど、じゃあ皆さんだから どこまでさっき線引きが難しいって話でしたけど、どこまでだったら皆さんは大学どこまでが自分の責任、大体3年生だから、まあ、法律的には成人ですよね。どうですか。だからある意味で大学っていうところは先生教員も含めて大人の世界だっていう考え方もありますよね。そういう自己責任だってちょっと考えておいてください。じゃあ、杉田です。先ほどですね、大妻の学生さんもかなりの科目数を、履修しているということが分かりましたよね。私自身も担当数が多いですし、学生さんの状況もとてもよく分かるので、私はですね、参加型の、まあ、授業を要請されるような演習系の科目で、その代わりビシバシ、宿題を出します。で、そういった中で必ずですね、自分の問題関心に基づいて論文を書かせるという試みを、まあ、どの学年でもしています。もちろん、まあ、程度の差は出てきますけれども、そうするとですね、まあ、自分の問題関心を探り当てて、そこからできるだけ、学術的な論文を作成していくという作業を経験する中で、まあ、自分の関心事とかですね、それから関心をはっきりさせるためにいろいろ悩んだり、まあ、苦しんだりって学生さんそれぞれされると思うんですね。まあ、そういった時にサポートしつつ、少しでもですね、学習時間確保するだけでなく主体性を伸ばしてもらえたらなというふうに思ってます。あともう一つはですね、講義系の科目はやっぱり授業外学習を要求するような宿題はなかなか出せません。ですので、できるだけですね、参加できるような形でディスカッションの時間やペーパーを書いてもらったりっていう取り組みはしていますけれども、先ほどもちょっと言いましたが、やっぱりですね、そういうふうなアウトプットの活動を取り入れてもですね、どこか裏付けになる部分、それからこうインプットの部分ですね、そういう部分がないとなかなか議論が深まっていかないっていうのをすごく経験しています。ですので、先ほど酒井先生からちょっとご発言があったと思うんですけれども、決してですね、参加型をやればいいというふうなわけではないと思うんですね。講義とのバランス、インプットとのバランスっていうのがとても重要なんじゃないかなというふうに、これは教員としても日々実感するところです。以上です。ありがとうございます。はい、どうぞ。私もその文部科学省で役所の仕事をしているんですけど、たまたまそのある大学で教える機会を与えていただいて、授業を、まあ、私の担当している授業はこの文部科学省の職員ですから、その教育法とかですね、教育制度とかですね、そういう固い話なんですけど、まあ、できるだけまさに教職を志望する学生さんの時の授業だったので、まあ、一つはそういうその法律とか制度っていうものがやっぱり実社会とつながっているんだ
ということを実感していただくために、例えば新聞でですね、例えばその小学校英語導入賛成反対みたいな、そういう意見が分かれているような問題ありますけれども、そういう時に賛成派の方のご意見と反対派の方のご意見が新聞にその掲載されているようなものをその示して、その上で学生さんに議論していただいて、その結果をまたそのレポートにまとめていただくというような形で、できるだけその授業が単に教科書の枠の中だけじゃなくて実際の社会とつながっているんだということと、それからそのやっぱりアウトプットですね、書いたり話したりするっていうことをしていただくことによって、なんていうんでしょうか、単なる受け身ではないような形にすることで、学生さんの主体的な学びをできるだけ、まあ、刺激を与えたいというようなことを、やったということはあります。はい、じゃあ、はい、今日さっき私がお話ししたところで、たまたまその事業例っていうことで紹介しましたけど、そこでグループに分かれてこう発表担当していくっていうことを言ったんですけれども、あれはたまたまあの事業がそういうグループ活動をしてるだけじゃなくって、 ICU の事業ってほとんどグループワークがもう必ず組み込まれているんですね。で、まあ4人とか5人の、まあ、グループに履修生が分かれて、でもちろん授業のテーマに沿ったテーマを選ぶし、先ほど講義も大事ってお話が杉谷先生からありましたが、講義の内容とか授業に課されているその課題図書の中からこう問題を拾っていくっていうような形で設定するんですけれども、それでその授業と並行するような形で授業時間外にそのグループで集まって、自分たちでその設定した問題をこう解決に向かって進んでいくと。でその時々でもちろん担当の教員がアドバイスをして、で最後にはまあグループプロジェクトとして発表をしたり、グループでレポート一緒に書くこともあれば、同じテーマだけどグループのそれぞれの人が別にペーパー出したりするっていうようなこともあるんですね。だけどさっき川島先生ならはいはいってセンサスで手を挙げて、ちょっと私はもうやっぱり無理だなって思っちゃったのは、その16科目以上とかなっちゃうと、全部の授業でそれをやられたら何時間あっても皆さん足りないですよね、寝られないじゃない。なので、まあ、お隣にいらっしゃる学長にですね、ぜひこれはお願いしたい方が良いと思うんですが、まあ、なかなかね、そう簡単に来年からやってくださいって言ったって難しいんですが、やはり2学期制だったら1学期ごとに、例えばまあ14科目取ってるとしますね、簡単に考えて、そしたら年間14の科目をずっと並行して取っていくよりは、少なくとも前期と後期に分けて7科目ずつ取る、その代わりその1つの学期に7科目は例えば週に2回あるとかね、3回あるっていうふうにすれば、多分皆さんもそれぞれの科目に集中できるし、それぞれの科目を担当している先生方もさっき統計がありましたけど、個々の科目の準備に時間がかけられるし、多分授業外に学生同士で集まって、まあ、一緒にグループ活動する時間も確保できるんじゃないかなと思いますから、後でよく学長にお願いしておきます。それともう一つはさっきどなたかが多様性ということをおっしゃったんですが、もう一つ私たちがグループを組むときによくよく考えていることは、結構まあ留学生もいるし、それからまあ日本のパスポート持ってるんだけどずっと高校まで海外で過ごしてきたっていうような人の多い大学なので、もちろんグループを組むときはテーマの関心が一番大事なので、無理やりにそのグループの多様性を保障するためにあなたこっち来なさいとかそういうことはしないんだけど、できるだけ一つのグループの中にまあ、ずっと日本で勉強してきた人もいるし、途中で外国に行った人もいるし、そもそも留学生もいるし、それから学年も、まあ、4年生もいるけど2年生もいるっていうような形にしてグループを組むと、全然違った視点が出てきたり、あるいはその非常に勉強が進んでいる人が、まあ、これからっていう人に対してこういうふうにやったらいいっていうようなことをこう教えるっていうようなね、そういうメリットもあるので、まあ、グループ活動は他のそういったメリットもあるかなと思いますので、まあ、来年ぐらいにまた戻ってきてどうなってるか皆さんにお話を聞きましょう。大岩先生何か分かりますか。
いや、学生の皆さんは大妻女子大学では机に座って授業を聞いていればほとんど単位がもらえて卒業できる、そういう大学だというふうに思っていますか、それとも、まあ、今先生方いろいろおっしゃったようにこう自分でいろいろやらなければ、とにかく授業を聞いているだけではとても卒業できない大学だというふうに思っていますか。これも手を挙げてもらった方がいいのかもしれないけど、どうですか、その授業を聞いていればまあ大体卒業できる大学だというふうに思っている人ちょっと手を挙げてみてください。それはいない。そうは思ってないっていうか、そうではないんですね。じゃあそのグループディスカッションだの、あるいはその課題宿題などを出されたりなど、まあ、とにかくその自分で、何かしなければいけないと。でかなりそういう意味でその自らがすべきことが多いというふうに思いますか。うなずいてる人が何人かいるけど、何かそういうようなことについて学生の立場から、意見を言ってもらえるとありがたいのですが。今学長先生からもお話ありました、皆さん十何科目受講している科目の中で、そうですね、半分以上何らかの宿題が出るっていう人はどれくらいいますか。毎回宿題が出るっていう、毎週は、どういう宿題出ますか。レポート3年生になって増えたんですけど、やっぱレポートとか、あとはやっぱ教職課程取ってるので、結構大半と、私の場合は3年生になって時間の大半は教職課程の授業の準備とか宿題とか課題とかに結構追われることが増えました。であとはゼミですね、取ってるゼミの課題とか、そういう専門分野での課題が増えたなと思います。教職と学校図書館司書の2つ取ってるんですけど、本当1週間に2つ課題が重なったりとか3つとか結構ザラになっちゃって、ちょっともう重なった時にもうちょっと最後ら辺の睡眠時間が3時間とかになっちゃってちょっときつくなってなっちゃうんですけど、簡単に1枚できるやつじゃなくて、結構考えてやって、もう図書館にも通っていっぱい本読んでとかなので、ちょっと大変です。